こんばんは、ケンジです。今回で YZR500 とレイニーが完成です。応援してくれてありがとうございます。実はちょうど私の誕生日直前に完成することになりました。プラ板をカットしてゼブラゾーンを作ります。厚さ1ミリのプラ板を使っています。で片方だけ高くします。
に削ります。このように進行方向から見ると段差は見えないけど、逆方向から見ると段差が見える。マスキングを剥がすとき、録画ボタンを押し忘れました。木工用ボンド多用途で貼り付けていきます。
クリラガッシュで塗装します。カーマイン。白線を引くためのマスキングです。白線はパステルを使います。ウェザリングカラーを使い、路面のブラックマークなどを描いたり、汚したりします。
汚れがおとなしかったのでさらに汚しました。これでベースは完成です。緊張する。みんなありがとう。完成です。
完成写真のお披露目はこの次にアップされるまとめシリーズでやります。ぜひそちらの動画を見てください。今回はここまでです。それでは皆さん、また次回をお楽しみに。バイバイ。